皆さんこんにちは。本日はお忙しいところ、ヤマシンフィルター2016年3月期第2四半期決算説明会ご出席賜りまして誠にありがとうございます。それでは早速ただいまより始めさせていただきたいと思います。まず今司会の方からありました通り、役割を分担をしてご説明させていただきますが、最初に本日のサマリーということで簡単に申し上げます。2015年3月期につきましては、日本のティア4排ガス規制の駆け込み需要などがありまして、前期比増収増益ということで決算いたしましたが、16年3月期第2四半期でございますが、想像以上の、特に中国を主体とする中国アジアを主体とするマーケットの低迷がございまして、前期比減収減益、特にライン品の売上が減少したといった状況でございます。そして来年3月の計画でございますが、修正計画をすでに発表させていただいておりますが、社内的にコストダウンを図ることによって収益をしっかりと確保していくということで対応していきたいというふうに考えております。それでは早速市場概況について取締役開発営業本部長の大越さんよりご説明させていただきます。大越でございます。よろしくお願いします。じゃあ次のページをお願いします。まず私たちの主力のお客様、業界であります建機の業界になります。こちらには建機のショベル、油圧ショベルの需要の推移を表したグラフになります。2009年3月、ここがリーマンが始まりまして、このオレンジ色の部分、これが中国の需要になります。リーマンの対策として景気刺激策ということで4兆元の中国の対策が取られました。それで中国の方はここのところすごい勢いで生産および需要が伸びたというような状況になってきております。ただここに来まして落ち込みが激しくなってきております。中国以外のマーケットについてはそう大きな、リーマンの時は別ですけれどもそう大きな変動はないものの、中国のマーケットがこのようにシュリンクしてきているというような状況になっております。次のページお願いします。こちらでは2008年3月期、ここを1とした場合、各それぞれのマーケットの需要の比率を表しております。中国の方は先ほどお話しした通りリーマンの対策として一気に1とした場合 2.5 と 2.5 倍に伸びております。ただこれが今現在ではリーマンの時よりもちょっと低めのところで来ておりまして、こちらからしますとピークの時からしますともう4分の1くらいのマーケットのボリュームというような形になってきております。こういったマーケットの中で、次のページお願いします。当社が起初から今現在に至るまでのこの市場の見通しについてこのように見てきておりました。当初起初の初めの時には日本は堅調で、中国も悪いながらも低迷ということで、今現段階のここまで広くはなっていないだろうというような状況を見越していました。で、日本と同じように北米の方も堅調な状況で推移するのではないかというふうに見ておりました。ところが第2クォーター、今回の発表になるんですけれども、この時点では日本の方もなかなかちょっと堅調だったというところから少し軟調気味になってきているというところと、中国は大きな低迷と大幅な低迷ということで、なかなか回復の基調見えないというような状況です。で、北米の方につきましてもそう悪くはないものの、少し陰りが見えてきているかなというような状況です。こういった中で期末に向けてどういうふうになっていくかというところを、見込みとして出したところは、やはりその状況が継続するのではないかというふうな形でマーケットの方を見ております。で、私どもの会社の方の売上の構成比率です。9月の末の段階では当社の今売上比率としましては、ラインが45、補給が 55% と、昨年前期の期末では52%の 43%、 さらに先ほどから、お話ししました通り新車の需要が下がってきている、要はラインの需要が減ってきてはおるものの、補給がそれをカバーしていっているというような状況で、当社の売上の構成が若干ですけども補給にもう一方傾いているというような状況になります。
次お願いします。こちらの方は、その補給の方の売り上げが伸びているといいますか、拡大しているという一つの根拠になるわけなんですけれども、こちらの方にショベルの累積台数、新車が販売されて、2008年からの累積台数をここに出しております。中国の方、ここのところ落ちてはいるものの、過去に販売した台数、まだ動いている台数が、かなりあります。でそういったところから全体で動いている需要という機械のマシンポピュレーションというのは決して下がってはいないと。でここにあるオレンジは先ほどの通り中国なんですが、それ以下の地域、この地域についてはおおむねこの、市場台数、これはほぼほぼ 100% 動いているのではないかというふうに我々推測しております。ただ中国につきましては投資目的で買われている方々もいらっしゃるということもある、あるいは有給の現在の状況で有給の、機会もあるだろうということで、おおむね8割方はここでも動いているのかなというような推定をしております。次お願いします。こちらの方は建設機械の稼働時間を表しているグラフになります。中国の場合は春節の時期になりますと、休みが2週間あるいは3週間というふうに休むところがあります。そういった意味合いがありまして、春節の時は非常に稼働時間が落ちています。で、この時点のを1とした場合に、推移になるんですけれども、昨年の方はよりも今年の方は若干こう下がっている傾向にはありますけれども、当社の集計の中では 10% ぐらい稼働時間としては落ちてきていると。大体150時間動いてたのが今130時間ちょっと切るぐらいというような状況なのかなというふうに考えております。で他の地域についてもほぼほぼ稼働時間についての推移は変わらない、もう微妙に落ちているところもありますけれども大きく変わっていないというところが稼働時間ということになります。次お願いします。補給の、ポテンシャルとしましては、動いている機械の台数、マシンポピュレーション、それと機械の動いている時間、これの掛け算がそして需要になってくるかと思います。これをどれだけ取り込めるかというのが我々の課題になるわけなんですけれども、補給ビジネスというのは景気の影響を非常に受けづらくて、今言いました通りこの指標で需要を見ることができると。あと市場台数自体も先ほど言った通り減ってはいないということになります。この辺のところが市場の稼働時代は非常に少し減っているところはありますけれども、この辺は限定的な影響かなというふうに考えております。そうして新車の需要としましては落ちてきてはおるものの、補給のポテンシャルとしては継続して堅調な状況であるというところが、建機業界の全体的な総括になるかなというふうに思っております。以上が市場についてのご説明になります。ありがとうございました。私の方から第2クォーターまでの決算の報告の方をさせていただきます。もうすでに決算短信、それから四半期報告書の方でですね、もう見ていらっしゃるというようなことを前提に、こちらの方で説明の方をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。売上高、51億2800万円、売上、営業利益ですね、1億7000万円、それから当期純利益7100万円ということで、前年それから計画に対してそれぞれ不利債という形でなっています。特に売上の方についてはですね、全体で 10% を超えるような計画対比ですね、計画対比に対しては 10% を超えるようなマイナスということで、非常に期待に沿うことができなかったという形で前期の方を終わらせていただいています。営業利益の方もですね、計画対比に対して 36%、 当期純利益については、計画対比 43% のマイナスということで、こちらの方も非常に不本意な決算の内容になっております。次お願いします。で内訳でございますけれども、特に研究用のフィルターのですね、ライン品と言われているところについての実績の落ち込みがやはり一番大きい結果になっております。
実績といたしましては、研究用のフィルター44億4100万円、そのうち来品が18億7100万円という形です。補給品に関しては25億7100万円、つまり、先ほど大越の方から説明がありましたように、非常にその決算の内容について、この来品の落ち込みが非常に大きいという内容になっています。前期に関してもこちら 15.7% マイナス、ただ補給品に関してはですね、1.8% のマイナスになっております。こちらが今当社の下期にかけて のここを伸ばしていくという、これをですね、前期と同じような内容で伸ばしていくことによって通期の決算の方をなんとか103億円で上げていくというのが当社の目的になっております。産業用フィルター、プロセス用フィルターについては、それぞれ前期については、プラス傾向になっていると。特にこちらの、プロセスフィルターというところに関してはですね、いろいろその不況等の内容によって、コンペティターさんがですね、日本から撤退等をしている影響もありまして、そちらの方の刈り取りができているという形になっております。次お願いします。これをまあ一番分かりやすい形で数字というか、まあグラフに表しているのが以上のような内容です。やはり研究用のフィルターの特に来品のところの落ち込みがやはり大きいという形、それから補給に関してはそれほど、まあこれは当社の見解ですので何とも言い難いところがあるんですけれども、それほど傷んでいないというところになっているというのが第2クォーターまでの決算の内容です。はい、次をこれはクォーターの過去からのやつをずっと、まあ、見比べさせていただいている内容です。こちらの IR の方で再三ご説明しているところと何ら変わりがないというところで、やはり補給品のビジネスに関してはそれほど大きく傷んではいないという状況に、まあ、なっているというのを今回ちょっと強調させていただければというふうに思っています。次お願いします。こちらが地域別セグメントの売上の内容になります。やはり国内に関してはそれほど大きな影響を受けていないというところです。それから北米に関してもそれほど大きな影響を受けておりませんが、やはり中国それからアジア等に関して非常に通期の第2クォーターまでの内容については落ち込みが激しいというところですね。ただ国内に関しては冒頭山崎の方からお話があったように、駆け込み需要ですね、燃料関係の駆け込み需要がもう一段落ついているということがありまして、金額ベースに関してはやはり 5% ぐらいの落ち込みになっています。やはり一番何といっても今建機建設機械の多数が動いている中国でのやはり落ち込み、特にこの35% を超える落ち込みというのがちょっと想定しきれなかった内容になっています。次お願いします。こちらは BS の内容になっています。こちらそれほど、前期に比べて大きく、変更している点というのは、ございません。こちらがキャッシュの状況です。こちらの方も前期に比べて大きく変動させている内容ではありません。研究開発等で固定資産を買って借入金の返済をして配当金を支払ったという内容で、キャッシュの方に関しては通期の目標に関しては当初の計画通り進めていっているという状況になります。以上が決算の第2クォーターまでの決算の内容になります。ありがとうございました。はい、それでは続きまして、通期の業績予想修正計画についてご説明いたします。真ん中のオレンジ色のところをご覧になっていただきたいと思います。16年3月期修正計画におきましては103億5100万、営業利益が5億2600万、当期純利益3億2900万、ROE 5%といった数字を10月5日に下方修正ということで発表させていただきました。通期の予想、製品別の予想でありますが、これも高野さんの方から説明がありましたとおりで、半期とほとんど変わらない状況であります。研究用フィルターのライン用、これがちょっと大幅に落ち込んでおります。補給品につきましては、若干プラスといった着地になります。
産業用フィルター、プロセス用フィルターについては、これはプラスで、当初の計画よりもいい感じで進んでいっております。合計して103億5100万といった数字でございます。売上高の増減要因につきましては、この真ん中の計画がですね、ライン用と補給用を前年に比べてですね、こう補給ライン用補給用を伸ばして、107億だったのを113億に行くぞと、まあ、当初計画を立てた次第ですが、全くちょっとこのライン用についてはもう読み間違いということがありまして、大幅にマイナスになりました。補給用についても若干マイナスになりまして、まあ、産業プロセスについてはプラスで、いきまして、この当初の予定よりも大きくいきまして103億という、こういう着地ということに計画しております。はい。売上高の回復につきまして、まず製品別の売上なんですが、ライン用につきましてはですね、これ建設機械が売れないことにはこれラインで生産しませんので、これヤマシンフィルターがいくらあがいてもですね、これはいかんともしがたいということがあります。そして、市況に左右されにくい補給品、こちらの方は自分たちの努力で売り上げを上げていけるということもありますので、この場合補給品を販売していくという、で研究メーカーさん各社も部品の方で頑張ろうという流れにありますので、これはベクトル一緒になっておりますので、ここに力を入れていきたいというふうに思っております。その方法につきましてですが、純正品の啓蒙セミナー、例えば中国ですが、中国も広うございまして、いろいろと州の省を転々と回りましてですね、純正フィルターと偽物フィルターと何がどういうふうに違うんだという啓蒙活動を展開していきました。でこれもですね、今まで例えば研究メーカー A 社さんに対しては年間80回とかですね、年間50回とか、そういう回数でもって、回数をこなすということで従来はやってきたんですが、今年に入ってからはですね、エリア別の状況を加味して、戦略的効率的にやっていこうというふうにやり方を変えました。すなわちですね、例えばその研究メーカーさんによってもですね、どのエリアにいっぱい機械が売れてんだと、あるいはどのエリアが一番こう稼働率がいい、仕事がたくさんあって機械が動いているんだと、あるいは過去からの純正率はどこが高くてどこが低いんだと、こういったいくつかの情報を積み重ねてやると、今どこのエリアでこのセミナーをやったら最も効果があるんだといったところを洗い出ししまして、これも研究メーカーさんとともにですね、このエリアをこういうふうに攻めればいいということで作戦を立てて今展開しております。それなりの成果は多分出てじわじわっと出てくるんじゃないのかというふうに考えております。その次にですね、この研究メーカーさんとの、販売代理店さんとの関係を直接的にもっと強化していこうという流れを作っております。ヤマシンフィルターの営業、補給部品の営業担当が中国全体を回ってセミナー活動をやるといっても数に限りがありまして、まあ、せいぜい年間100回というところがせいぜいなんですね。で、それよりも研究メーカーさんの代理店の社員さんを教育研修してちゃんとライセンスを与えて、でそのライセンスで組織的にセミナー活動、啓蒙活動をやってもらった方が成果があるだろうということで、この啓蒙活動を代理店の担当にまでライセンスを引いてやってもらってきたんですね。でこれで効果出るだろうって言ってやったのはいいんだけども、いざこうやって非常にマーケットが落ち込んでみるとですね、代理店の方は代理店の方でやっぱり厳しいんですね、経営がね。そうするとですね、せっかく教育研修したその補給部品のセミナーをやる人間が代理店さん厳しく経営厳しいからってリストラしちゃって辞めさせちゃってるんですよね。そうするとせっかく教育研修して純正品とのセミナー活動できるにもかかわらず、そういった人たちも辞めさせちゃってるということがあって、これはですね、その代理店さんの総経理のこうマインドを変えなきゃダメだというふうにちょっと思い立った次第であります。
やっぱり、ね、代理店さん県機だと1台売れると 何百万何千万の売り上げがバーンといくわけですよね。そうするとそちらの方に目がいっちゃってて、このアフターマーケット部品ビジネスについてはまあ、おまけみたいな感じでやってるんだけど、いやそうじゃないと、総経理に対して実はうち の上海の総経理がずっと回ってプレゼンテーションを打ってましてですね、いや県機ビジネスというのは本体ビジネスと部品ビジネスとこの抱き合わせでやっていくのが県機のビジネスなんだと。調子のいい時は機械がどんどん売れればそれでいい、でも調子悪くなってきたらこのアフターマーケットメンテナンスで儲けるんだ、だから一緒に部品販売頑張りましょうということを県機の販売代理店の総経理の方にアピールさせてもらっているというやり方を取ってきておりまして、で、自分たちにできる補給部品の売り上げをどうやって上げていくのか、実際その代理店さんの倉庫まで行ってですね、どのぐらい そのフィルターの在庫を持っているんだと、これを3ヶ月で履きましょうとか2ヶ月でやりましょうと、そういう話をさせていただいてきております。これもじわじわっと急にはバンと上がることはないかもしれませんが、じわじわと効いてくる施策だろうというふうに思っております。はい、で一方でですね、いるを図りていずるを制すということで、出る方をいかに抑えるかといったところが収益確保のポイントになってくるのが ここ数年だというふうに思っております。そこで山新ではですね、パック15とパック15という名前のプロジェクトをスタートさせております。まず製造原価をぐっと落とそう、それから販売管理費も抑えていこうという、まあ、経費節減の施策ということであります。原価低減につきましては、例えばその路材をこうプリースしていくとですね、ぶどまりとかがどうしても悪いというのがあるんですが、今までまあ改善もしてきたんだけど、当社の 90% の生産をフィリピンでやっておりまして、工賃安いんですね。原価に効くのはやはり材料費なんですね。でこのぶどまりをいかに上げるかと、不良率をいかに下げるかといったところがこの場合ポイントだということで、もう抜本的なこのぶどまり工場対策というのを今打っております。で工場の方からもう1週間単位で1ヶ月1回の報告じゃ遅いということで、1週間に1回の報告だということで、毎度先週はこんなことやった、今週はこんなことをトライしていくんだということで、毎週報告をもらってトライしていっております。それから販売管理費につきましても、もう経費削減、これもギリギリのところまで頑張ってやっております。まあ、当たり前なんですけども、あえてここは今ここはこの場面では厳しく実行させていただいております。パック15につきましては、まあ、このように、約2億6000万円の追加コストダウンというのを実施していこうというふうに考えております。はい、で今後の方向性なんでございますが、これについてご説明します。ヤマシンフィルターのフィルターは、まあ、フィルターでも液体と気体というのがございまして、で液体用といたしましても、ヤマシンとしてはプロセス分野と研機産業分野、まあ、オイル液体ですね、オイルを主体とした分野、そしてそのオイルの中でも、作動油、いわゆる油圧フィルターですね、それからトランスミッション、エンジンのオイルフィルター、燃料フィルター、こういったところに分かれてきます。これそれぞれに可能性というのが大きく秘めております。例えばこの油圧作動油のフィルター、まあ、当社の今一番の主力の分野になりますが、これも研機メーカーさん4年に1回のモデルチェンジをやります。で今も提案してるんですが、今まではフィルター単体で細かいゴミをたくさん取ってさっと抜ける、これがいいフィルターだということで、これをずっと研究メーカーさんに提案をしてきたんですけども、これからはちょっとこうフィルター単体というよりはフィルターを含めた油圧システム全体に効果が出ると、フィルターを中心としたその油圧システムに対しての提案で大幅な原価低減を実施できるといった提案を研機メーカーさんの方にしていこうということで、今現実にもう動き始めております。それからトランスミッションにつきましても、まあ、アメリカの大手研機メーカーさん主体にトランスミッションを採用いただいておりまして、順次これも採用が広がっております。
累積台数が溜まってくると、これも順次、補給部品も出てきて、よろしいかというふうに思っておりますが、最近になって、このトランスミッション用のフィルターとして採用いただいて、ブルとかローダーとかに採用いただいているんだけども、それをですね、そのまま合わせて、油圧用のとしても、このトランスミッション、ヤマシンのトランスミッションフィルターをそのまま油圧フィルターとしても使っていこうという流れが出てまいりまして、もう何機種か、トランスミッションもヤマシンフィルター、油圧フィルターもヤマシンフィルター、このトランスミッションをそのまま使うということが言われてきまして、これも順次今広がりつつあります。それから燃料フィルターですね。燃料フィルターも中国におきまして、排ガス規制が今年の10月からかかるというふうに言われていたんですが、現実的には10月が伸びましてですね、来年の4月1日から排ガス規制、3次規制エンジンが導入ということになりました。となるとですね、4月からの規制ですから、実際の生産は1月、2月から生産が始まります。で、この燃料フィルターにつきましては、中国の大手の中国ローカルメーカーさんですが、大型も中型も小型も、すべての機種で、ヤマシンフィルターの燃料フィルターを採用していくという決定をいただきまして、これ、1月から量産ということで流れ始めるという、こういう話もあります。景気が悪いと言いながらも、年間やっぱり5000台、6000台は作りますので、それがまた累積していって、溜まってくる。で、燃料フィルターというのは、作動油の油圧フィルターと違いまして、時間が500時間交換なんですね、油圧フィルターの倍の数が履けるということもありまして、これもちょっと期待できる分野かなというふうに思っております。はい成長の可能性であります。まず成長には成長戦略ということで、ヤマシンとしては彼がね、3段階を言ってまいりました。まず最初が油圧フィルターのさらなる深掘り、2番目が周辺分野、3番目が新分野への挑戦という3つのステージに分けてまいりました。基本的にはこれは変わっておりません。で、まず最初に、検機油圧フィルターのさらなる深掘りということで、まず補給部品をしっかり取ると、先ほど戦略的にやっていこうという話があるのと、それから油圧システムを改善するための提案、フィルターを使って油圧システムをこういうふうに改善できるという提案を差し上げていこうということがあります。そして産業フィルターとも一部重なるんですが、センサーですね、今どういう油が流れている、正常度の油が流れているというセンサー、それからフィルターが今どのぐらい目詰まりしてきているというセンサーですね、それとヤマシンの過去のデータを積み重ねる、いわゆる正常度センサーと目詰まりセンサーとそのビッグデータ処理、この3点を組み合わせてやると、この機械の故障予知、あるいはなんかメンテナンス情報、これが新しいものが取れるようになるということができます。この辺をさらに追求していきたいというふうに思っております。で、産業分野と重なるというのは、発電所ですとか、製鉄所とか、油圧システム、タービンを回すとか、発電用のタービンを回すとか、こういったところでも油圧は使われておりまして、サーボバルブですとか、油圧使われておりましてですね、で、こういったところも、こういうセンサーシステムが必要だということが言われておりまして、これも最近はインダストリアルインターネットですとか、いわゆる IoT の流れが進んでおりますが、その流れに今、このセンサーとフィルターを組み合わせたシステムというのは乗っかるんではないのかということで、アメリカの去る大手の装置メーカーさんとの話も今、これが進んでいっております。それからプロセスフィルターにつきましては、対前年よりもプロセスフィルターは伸びていっているんですが、これは液晶とか半導体を製造するときに必ず超音波洗浄機で精密洗浄を行うんですね。で、洗浄機メーカーさんがあるんですが、その洗浄機メーカーさん、その洗浄機の装置を売ってるんだけど、液晶とか調子いいときはですね、装置がたくさん売れるんですね。でも調子悪くなると設備投資しないからガクッと売り上げが落ちる。まさに検機と同じなんですけども、そのある装置メーカーさん、大手の装置メーカーさんなんですが、彼らも考えましてですね、装置本体を売るのと、その後それフィルター使いますから、そのフィルターをアフターマーケットとして、自分たちもフィルターを売っていくと、純正フィルターとして売っていくという
本体売上と部品売上とその両方でやっていくんだという、作戦を勝る大手 の、 洗浄機メーカーさんと話をさせていただきましてということになりました。なんで、これも徐々にではありますけども安定的に伸びていくいけることがじゃないかというふうに思っております。それから産業フィルターにつきましては、さらにまあセンサーとか IoT 対応ということも含めてなんですが、M&A ですね、こういったところも案件があれば積極的に前向きに取り組んでいきたいというふうに考えております。なんか今大越さんの話も高野さんの話もそうですが、研究業界の流れ今もろに山氏に受けてまして、非常に冷たい風をもろに受けているという状況ではありますが、山氏自身としてはハートは非常に熱く燃えてるんだという感じを私と自身も持っております。で、株主還元でありますが、これも従来通りでございますが、1000株未満の株主の皆様には500円相当、1000株以上の皆様には1000円相当のクオカードを株主優待として出させていただいております。これも引き続きやっていこうと思います。そして株主還元でございますが、16年3月期につきましては10円の配当を予定しております。でこれは昨年19円だったんですが、株を2分割したもので約半分プラスアルファというところで10円の配当を予定しております。というところで今回のまとめでございますが、決算実績といたしましては、想定以上の中国アジア市場の低迷、これを影響をもろに受けました。で計画の見直しをいたしました。しかし補給品の強化、コストダウン、これを強力に進めていって利益を確保していきたいというふうに思います。プロジェクトパック15、これを使って達成していこうというふうに考えております。決してマイナスなネガティブな雰囲気にはなっておりませんで、前向きにチャレンジする姿勢は何にも変わっておりませんので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。